チャールズ・フリートウッドチャールズ・フリートウッドは、新京と革命期のイングランドの軍人、政治家。オリバー・クロムウェルに仕え出世した軍人の一人で、軍事、政治ともに彼を支え続けた。法律家の子として生まれ、1642年に第一次、イングランド内戦が始まると議会派の総司令官、エセックス博、ロバート・デ・バルーノ軍に入り、ニューモデル軍結成後は、 騎兵隊長として転戦した。1650年の第3次イングランド内戦で司令官、オリバー・クロームウェルに従軍9月3日のダンバーの戦いでは、ジョン・ランバーとジョージ・マンクラとスコットランド軍を奇襲し、勝利につなげた。一旦ロンドンへ戻ると1651年に、スコットランド軍を率いるチャールズ2世の南下に備え、首都民兵軍の指揮を取り、 チャールズ2世がウスターへ牢城すると出動し、クロムウェル・ランバート・トマス・ハリソンらと交流し9月3日のウスターの戦いで、スコットランド軍を撃破した。同年、国務会議員に選ばれる。11月に、クロムウェルのアイルランド侵略を引き継いでアイルランド、遠征中だった、ヘンリー・アイアトンが死亡するとエドマンド・ドラドローと共に、公認としてアイルランドへ、不妊、1652年までに、 アイルランドを平定、クロムウェルの娘で、アイアトンの未亡人でもあったブリジットと結婚すると、共にアイルランド総督として、統治を治めた。軍事政権が建てられたアイルランドでは軍に入り込んでいたバプテスト信者の将兵が牽制を振るい、独立派のフリートウッドがバプテストに寛容だったこともあり、やがてバプテストがアイルランドを牛耳り、反カトリックに固執し1653年に、 アイルランドのカトリック住民全員をこの音へ強制移住する弾圧策を打ち立てた。イデオロギーにより疲れるあまり労働力をなくすぐ策に走ったバプテストに他のプロテスタント諸派は反発。アイルランドの将来に懸念を示したクロムウェルにより、4男でフリートウッドの議定にあたるヘンリー・クロムウェルが1654年3月にアイルランドへ派遣され、12月に フリートウッドの代理に任命された。翌1655年7月に正式にヘンリーがアイルランドへ赴任するに及んでフリートウッドは9月にヘンリーにアイルランドを委ねてイングランドへ帰国した。ヘンリーはアイルランド貴族のブロックヒル男爵ロジャー・ボイルやニュー・イングリッシュと結んでバプテストの政策を否定して秩序回復する方針を取り、バプテストは政権から排除され新たに ニューイングリッシュが運営する政権のカーイルランドは混乱から立ち直っていった。アイルランドから遠ざけられたが、五国教としてイングランド共和国を治めるクロムウェルから徴用され、1655年に軍政官の一人に選ばれ、イングランド東部に睨みを利かせる一方、1657年に第二議会が提案した謙虚な誓願と韓国政定に伴うクロムウェルの国王即位には、 一貫して反対、クロムウェルに即位を辞退させた。第二院議員にも選ばれている。1658年にクロムウェルが死亡、議定のリチャード・クロムウェルが軍との折り合いがつかず、翌1659年に五国教を辞任すると、軍とランバートから最高司令官に擁立され、ランプ議会解散後の軍事政権を樹立したが、スコットランドから、 マンクが南化すると脆弱な政権はたちまちがかい、ランバートは捕らえられ、ロンドン島へ投獄、フリートウッドも1660年の王政復古で公職追放された。以後は陰性する道を選び、1662年にブリジットと死別すると1664年にジョンコークの娘メアリーと再婚、1692年に亡くなるまで余生を送った。ABC 松村。 P257、清水、P177、P178,P183、P184。田村、P144、山本、P161、清水、P171、P227、P272。山本、P161、P163。山本、P163、P169。田村、 P182 清水 P234 P236 松村 P257 P258 清水 P263 P265 ありがとうございます